皆さんごきげんどうも、ご主人様です。アマーチンです。プロジェクトゾンボイド、実況始めます。ローズウッド刑務所攻略が完了した前回。ご主人様はやったぜ。運河のごとく押し寄せる懲役2期をちぎってーは投げちぎってーは投げ。まさにご主人様無双とも言うべき大活躍だったのよ。10スキルのレベル上げができたのは大きいですね。今後は10が現実的な選択肢になります。今後とも精進するように。わかった。それでは今回も週末生活頑張っていきましょい。さて108日目私、今日も引き続き金属加工レベリングですが何か、時折近寄るお客様を殴り散らかす程度ではもはや取れ高にすらなりません。金属加工がレベル5になりました。目標のレベル6まであと1レベルとなりました。目標の経験値は3000。残り1レベルといってもここからが時間かかるんですけどね。まだ日は高いので引き続きレベリング続行です。とても辛い。18時過ぎまでレベリングを続けてこの日は終了。今日は一度拠点に戻ります。途中車両整備場によって槍の補充、さすがに手持ちの槍が少なくなってきました。倉庫整理をした際にコンテナをばらして大量の木材が出たのがここで役に立ちます。しばらく槍の材料に困ることはないでしょう。そして発電機の修理、拠点に戻ったのはこのためです。そろそろまた発電機の状態が悪くなってきました。放置していると爆発炎上して拠点を火事で失いかねません。出張の際には高い品質を維持しておきたいですね。帰ってきたら拠点が燃えていたなんて事態は避けたいですから。そして3日の筋トレでこの日は終了。まだまだレベリングは続きます。109日目ご主人様、刑務所攻略も無事達成して心晴れ晴れ。スピフォニキの着ぐるみもを選択してさっぱりすっきり。帰り気はその日のうちに洗い流すのが淑女のたしなみなのよね。そして今日も朝から刑務所にご出勤するご主人様、負け犬懲役2期たちの無様な骸を嘲笑うとかそんな性格悪い目的とちゃうで。この数日ひたすら懲役2期をジェノサイドするのに専念しとったでな。刑務所の中身はろくに見れてないの。まあ所詮は刑務所、大した物があるとは思えないけど、もらえるものはもらっておかないとね。言ってみれば祭りの後始末ってとこなのよ。まずは玄関広場にぶちまけて大使の斧を回収。釈迦大活躍のおかげで斧が足りなくなるまでは至らなかったのよ。まだこれから別の山も控えとるでな。余った石の斧も大事に大事に保管しておくのよ。まあなくなったら最終でまた欠けた石探せばいいんだけどね。次は入り口脇の建物で釈迦関連の物回収。ショットガンシェルと9ミリ弾は全部回収済み。でもライフルの弾とかアタッチメントがいくらか残ってる。正直今持ってるライフルは性能があれなんで使いどころに困るんだけど、今後のためにも弾はいくらあってもええんやで。次は無所内部を漁っていくの。お目当ては主に独房ね。独房の数めっちゃ多いから全部漁るのは小屋時間かかるのよ。まあ所詮は懲役2期が持ってる物なんてたかが知れてるなんてことを思ったそこの君、甘えて。確かに懲役2期一人一人が持ってる物はまあしょっぽい。でも2期たち全員の物を合わせればこれがなかなかバカにできない。言ってみればワンフォーオール、オールフォーワン。懲役2期はご主人様のために、ご主人様はご主人様のためにって寸法やな。さて東と西、全部の独房漁っていきましょうかね。無所全部の独房を漁り終わったらもう夕方。今日は三木たちのお部屋訪問で終わっちまった。今日も暗くなる前にお家に帰ろう。そうしよう。お家に帰ったら戦利品の整理な。主な戦果はズバリ飯やな。インスタント麺、シリアル、チョコレート、そしてスナック菓子が大量大量。といつもこいつも懲役2期が独房に一つくらいは隠しとったでな。あんだけの独房全部から集めればそりゃふっといでほんま。どれも高カロリーのデブ食でしかも消費期限がナッシング。重さも軽くて携帯にも便利とこれは有能。別に今飯に困ってるわけじゃないけどこれはこれでありがたし。次の山で大いに役立ってくれるとご主人様信じてる。そんで無所最大の戦果がこれな。合計8種類のぬいぐるみ。かわいい。2種類は前の日にゲットしてたけどさらに6種類も見つけちまった。懲役2期ぬいぐるみ好きすぎやろ。ちなみにテーブルの上に乗ってるのがスピフォニキな。でもって真ん中のでっけえクマちゃん以外の子たちは全員名前もついてるの。やべえなおい。ご主人様の味と女子力高すぎー。俺たちがスピフォニキだーな。ご主人様も並べばファンシーそのものやで。帰り地がどうとかいう意見はあー聞こえない聞こえない。いや期待以上の戦果であったのよ。ただ独房以外はほとんど見れてないからあと1日は必要やな。110日目私。今日もフェンスの解体だけで1日が終わりました。当然のようにレベルは上がりませんでした。そんだけ。111日目ご主人様、今日も祭りの後始末。まあさすがに昨日より流行ることは少ないの。お目当てはこれな。以前ポリボックスからがめてお家に置いてるガンロッカー。これデザイン的にご主人様のお気に。せっかくだからこいつもいただいていくのよ。別のお部屋にもあったやつをがめて合計3つのガンロッカー。
これでまたご主人様味との女子力が上がっちまうのよ。やっぱ女子のお部屋にガンロッカーは必需品なのよね。これで祭りの後始末は終了。実に良い書き込みであったのよ。ローズウッドに舞い降りてから目標にしてた一つがこれで完了。なんだか一山越えた雰囲気。お家に帰ってガメたガンロッカーを設置。壁に並ぶガンロッカー、実にええ眺めや。久々に罠用も再開。しばらくほっぽってたら罠半分壊れしまってた。激しい書き込みでまたスレンダーになっちまったからウサギさんでデブ活戦とな。罠用やってると日常に戻ってきた雰囲気。今まで保管場所なくて武器全部床にぶちまけてたご主人様のお部屋。なんということでしょう。ガンロッカーに全部ぶち込んだおかげでこんなにスッキリ。もう部屋とは言わせない。いいじゃない。これぞ女子の味と、ええー、で。さて、無所への書き込みも終わったし、またしばらくは次の山に向けて準備のお時間やな。112日目は私、太陽が東から昇るように今日も金属加工のレベリングです。現在の経験値は約1800、レベル6まで残り1200といったところですね。では今日も1日フェンスの解体に勤しみました。午後までの作業で経験値は約2500となりました。残り500です。夜まで粘れば今日1日で終われないこともないのですが、ちょっと思うところがあるので今日はこのくらいにしておきましょう。では用具を片付けて帰宅です。今日も仮拠点ではなく本拠点に帰ります。日課の筋トレが終わったところで雨が降ってきました。ちょうど良いタイミングなのでまた種まきをしておきましょう。種付けするのはキャベツとジャガイモ。結局この2つになるんですよね。それ以外の野菜を育ててももう冷蔵庫に入りきらないですしね。さて長かった金属加工レベリングもいよいよ終盤です。明日には目標に到達できるでしょう。そこからようやくやりたかったことに着手できます。どう？やってる？なんとか明日には終わりそうですね。よかったな。で、こんだけ時間かけて何すんの？そりゃまあ車の修理など少々。まんまやん。まああれな、ご主人様の車も傷んできてっから修理頼むで。やれたらやるわ。やらねえってことかよ。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。